宮川一郎太宮川一郎太は日本の俳優、声優、ナレーターである、東京都新宿区出身、伊藤カンパニー所属、明らか学園小学校、武蔵中学校、高等学校卒業、早稲田大学第一文学部中退、東京芸術学院第一期生、1983年、家族ゲームのオーディションに合格し、主人公、 沼田主芸役で主演デビュー。日本アカデミー賞優秀新人賞を受賞。それ以後、ドラマ、映画では貴重なバイプレイヤーとして、CM ナレーションなど多方面で活躍している。2003年の2巻は、ネオユニバースや重賞価値のある、ロサード、ステイゴールドの前妹のレクレドール、ディープインパクトの前弟のオンファイアといった各場の一口場所でもあった。 ちなみに2006年、サンテレビジョン、ソノダ、姫路競馬ダイジェストで、兵庫ジュニアグランプリイベントの募集告知があった際、肩書きが競馬キャスターとなっていた。所属事務所、ホワイトアン、ワンダープロ、GG エンタテイメント A ライフプロダクツ、オスカープロモーションフリー、伊藤カンパニー宮川は、マイケル J ・フォックスの吹き替えを多くの作品で担当している。 宮川が声優としてデビューした作品は、マイケルの主演作品である、ファミリータイズであり、この作品でマイケル演じる、主人公アレックス・ピー・キートンの吹き替えを担当した。宮川は、マイケルの役作りについてマイケルが演技をしている、最中に、身振り手振りをすることが多いため、それに合わせて、声の強弱や高低をつけたり、場面に応じて声を裏返らせることだとしている。以来、 主に長編映画のフジテレビ放送版でマイケルの吹き替えを多く担当してきたが、マイケルの代表作で主人公のマーティを演じたバックトゥザフューチャーシリーズはこれまで吹き替えの経験がなかった。2014年に BS ジャパンで放送された第一作バックトゥザフューチャーのマーティ役に起用され、宮川はここ数年で一番嬉しい出来事と語っている。第二作以降は 予算等の関係から実現しなかったが、4年後の2018年に、同じく BS ジャパンでの放送用として、Back to the Future Part 2と Back to the Future Part 3の宮川による新吹き替え版が実現した。かつて、ソフト版の Back to the Future シリーズでマーティを吹き替え、BS ジャパン版で、 相棒ドクブラウンの吹き替えを担当した山寺孝一はかつて吹き替えたものから見ても宮川さんのマーティは悔しいくらいぴったり。と絶賛している。宮川は山寺から公表されたことを本当に嬉しいですし、僕の心の支えですと語りつつも、競合してマイケルの吹き替えを担当した山寺や三谷雄二について声優としての力量はお二人の足元にも及びません。 としている。また、宮川は声優には、タブーとされている、セリフの途中や語尾に息を混じらせたり、息を漏らす、という役者の発声法を用いているものの、それが、マイケルのヘタレさや、情けなさ、いい加減さにはすごく合うんですと語り、視聴者側がそれを割り切って、こういうヘタレなやついるよね、あいつに似ているねというように、一番身近に、 感じてもらえるマーティだと思ってもらえれば幸いだとしている。太字はメインキャラクター、俳優用が、ありがとうございます。